アチバヤ文教、エドムンドイコールザの二公園。アチバヤ市は、ブラジルのサンパウロ州にある、基礎自治体である。主な生産物は、日系人が栽培するイチゴやブドウである。アチバヤ市には、多くの明治以降からの日本移民が住んでおり、アチバヤ日白文化体育協会があるなど、日本の文化が盛んである。州府のサンパウロ市やカンピーナス市から65キロメートル離れた都市である。 高地熱帯に属しており、年間平均気温は摂氏20度である。大西洋岩森林を有する。年間降水量は1500ミ、mm、リメートルである。基礎自治体内創生産額は1.461である。408.000 00。主な経済活動は産業、商業、サービス業、観光業である。識字率は92%。イチゴや、 ぶどうや花を中心とした祭りが日系人によって、エドムンドイコール座の2公園で、毎年9月頃に行われる。近くには、トゥバヤ川があり、その川の名前が、市の名前になった。意味は、健全なる、清い水の川である。そのため、市は、日本人や日系人の間で、日本語で、清流と呼ばれることがある。調査し、ェロニモデカマルゴが、 西暦1665年にトゥバヤ川を発見し、そのあたりに教会をインディオなどに立たせたのだが、そこには、グアルウリオスのインディオと関係を持っていた、カトリック司祭のマテウス・ヌネス・ダ・シケイラが、すでに在住していた。1665年6月に、カマルゴがそこに牧場を建設し、シケイラとインディオの協力を得て小さなアチバイア村が、できた。その後、サンパウロから金を狙って、 ミナスジェライスへ向かって移動していた人々にとって、その中間地であるアチバヤ村は徐々に重要な地域になっていった。1864年4月、人口増加のため市制が施行され、アチバヤ市に、現在、ゼロニモデカマルゴの記念として、その名が付けられた道路がある。標高1450メートルのペドラ・グランデ山を多くの観光客が訪れ、 そこでパラグライダーなどのスポーツを行う人も少なくない。夕方には、エドムンドザノーに再水公園の隣にあるマジョーリーケの周りでジョギングをする人もいる。1881年に製造された SL 機関車も運行されており、10分間ほどの乗車を楽しむことができる。ありがとうございます。